さて、海外移住のことは次の本で詳しく書くとして、海外に住み始めた頃の話を少しだけ。当時好きだった女性が僕の家で昼間に本を読んでいた。その横顔は美しく、優雅だなぁと見惚れていた。そしてその姿を真似ようと、僕も少し離れた場所で本を読み始めてみた。だがしばらくしてハッと気づくと、手に握った携帯を見ている。自分がいつ携帯を持ったのかわからない。携帯を離れた場所に置いて触らないようにしようとしたが、気がつけば携帯のそばに立ってまた携帯をいじっている。ゾッとした。自分の人生がここまで携帯ごときに縛られているのかと。考えてみると、若い頃に川辺で目の前に広がるちょっとした景色をぼんやり眺めながら、頭の中に湧いてくるイメージや発想を追うような時間が完全になくなっていた。ただ金があるだけの忙しい生活ではなく、一見無駄かもしれない時間を受け入れる心の余裕がないとダメになると実感した。それからは携帯から離れ、ただお茶をする時間を作り、一切触らないようにし、景色を眺め、流れる風を感じる時間を作った。ただ景色を眺め、何気ない情緒を感じ、ゆったりとした時間を楽しむことをバカンスという意識の切り替えでできる人はいる。だがそれが日常で続くと、やることがない、やりたいこともない、暇すぎて死にそうとぼやく人が多い。これは本末転倒。やることがない、やりたいことがないのではなく、それらを見つけ作る意識がそもそもない。これは結局のところ、与えられることが当たり前になっている己の怠慢の慣れの果てとも言える。やることなどいくらでもある。自身の成長のために勉強するのもいいだろう。何かを身につけるために時間を費やすことは、いくつになっても自身の成長を感じるための大切なファクター。